IFHA 国際競馬統括機関連盟は、世界の主要レースを対象にした、論人ワールドベストレースホースランキングを発表した。対象期間は今年1月1日から6月10日までで、新たにイギリスダービー、ベルモント S、コロネーション C などが含まれる。120ポンド以上の27頭が掲載された。トップはウィンクスの130ポンド、カンランナーが129ポンドで2位、クラックスマンが125ポンドで3位。4位タイにジャスティファイとウエストコーストの2頭が124ポンドで並んだ。6位タイもベンバトル、ハッピークラッパー、サンダースノー、ソラピーズアーティストの4頭が123ポンドで、上位9頭はすべて前回と同じ順位、レーティングだった。3位のクラックスマンはコロネーション C を勝ち、4位タイのジャスティファイもプリークネス S とベルモント S を制し、史上13頭目。の米三冠馬に輝き、1977年のシアトルスルー以来2頭目の無敗での三冠達成となったが、両馬ともレーディングは変わっていない。10位以下では、デューク・オブ・ヨーク S、G2 を勝ったハリー・エンジェルが122ポンドで10位タイに、イギリスダービーを制したマサート。ゴールドカップアットサンタアニタを勝ったアクセラレートが121ポンドで13位タイとなり、新たにランキングに掲載された。日本調教馬は、大阪杯を勝ったスワーブ・リチャードが121ポンドで13位タイとなっている。